で6枚の方はまあまあこれはスタートはしますね、うん、ちょっと土地が多めなのですがテ、はい、ィンブルド系であればそこまでは割り、うん、ガの1回戦術分もありますし、うんうん、問題はないかなと、うん、一番いいドローをしましたね、うんまああこれはは騎馬長銃出て でここから除去られるというのが基本的な流れなのですが、うん、今ゴースさんの方でなかなか珍しいカードは、うん、メインから、うん、そうですね否認を入れている結構同系を意識しているのかなでも同系そんなに否認が強いわけではないので、うん、何相手にその否認を入れているのかのはちょっと気になりますね、うん 騎馬長銃の子は一旦パス、多分エネルギーがそうですまだゼロなので、ね、除去が手札的には余裕があるので自分の展開を優先させるというような形でしょうね。ここで赤い選手が、はい、エキトの兆候から、はい、エネルギーを取めて、はい フォーリー的にはもう焼いてそのまま攻撃で,で使います、うん、使いませんですね、うん、へえなるほども,もう除去があると思っているのでエネルギーをとりあえず貯めにいこうという僕結構こういうときパンプするんですけどね、うん あくまで騎馬長獣の子はどの道殺されるからその次に対して貯めていこうという形ですね確かにこっちの方がいいかな後手だし除去がないというわけでもなさそうですし、うん、もし需給がないのであれば次のターンに一気に44にしてプレッシャーをかけていくという形でしょうかねで、まあ、それに対してしょうがなしにいいプレーですね。えー、これは熊谷選手がすごくいい おう,こうまいことそうですねつり出しにいった実質無料で2個エネルギーを取ったみたいな感じでしょうかでここから本命のカードを出すというさここでさかげハイドラーはい <laughs> でそれに対して 剛選手の方が、まあ、まずはお茶濁し的な生成せ屋を出してドローをで土地を置いて終わりで次のターン以降にとりあえず盤面を戻しにいくというような展開でしょうかね。うん 今、ちょこっとだけ見えたのですが、はい、なかなかもしかしたらティムールエネルギーじゃないのかなーさんの手札が見えたのですが顕在的防御を持ってますよね,ますねちょっと違ったカードチョイスが、ね、そうですねいやあのティムールエネルギーって一般に言われてる出来はなくてまだ全貌は見えてないんですけど、うん ティムール打撃者アッキなんじゃないかな,あなそれに対して熊谷さんはまだこの時点では多分ティムール同系だと思ってゲームプランを進めていますね、うんまあ、あまりその打撃者だからといって現時点では変わらないのですが、うん、同系だとこのチャンドラで。 大幅なリードが取れているのですがです、ね、実際のところは実は軸が違っていたと、うん、この,その熊谷さんの勘違いというか、うん、認識違いをうまいこと郷さんが取っていけるかどうか、うん、いやでもうん栄光をもたらすものもある。 ってことは普通のティムールにちょっと違ったカードを入れたみたいな形なのかな、うん、まだ全貌がわからないですねな、なかなか気になるそ、うん、こ,こでゴウ選手も榊ハイドラで合わせてきましたが、はいうん、現状はお互いエネルギーが8と7ということでそうですね。うん アイドラのお見,お見合い状態になると、うん、結構攻撃する側の方がプレッシャーがかかってしまうんですね。うん、というのもブロックに対してはエネルギーを使わないでいいんですけど、うん、攻撃した場合その自分からエネルギーを消費して一方的に優位を取ろうとすると、うん、それなりにまずエネルギーを消費する必要があるんですよね。うん、なのででここで熊谷さんがチャンドラといいう残したい なるべく失いたくないカードがありながらも攻撃したということは普通に考えたら追加のハイドラがあるんだろうなというようなことをゴさんはまずは考えていると思いますで相打ちを取りに行きましたねこれはそのさっき言ったように、えー、先手側、攻撃している側の人間からすると自分からパンプアップしても相手に返されるだけでエネルギーがただ損みたいな状況になってしまうので まま大体こうなりますよねでそれに対応して何もせずにパスしてで相打ちになったところで本命の巨匠でチャンドラは死なせないぞという構えな,な,なかなか赤マナからあえてただプラスでもよかったのにさマナを浮かしてターンパスしているので除去も濃厚にに追わせていた。なるほど でしょうか <laughs> そうですねエンドステップにトークンを生むのにトークンを生んでいいですかっていうところで除去を使わせてこれ1体の対応で2体出したので3体でしょうか、うん、トークンがない。な <laughs> ないといとうか足りてないみたいな感じでしょうね。うねまあお持ちしてプラス、うん、くれたのはプラスか、そが2点ですね。召喚できないので、うん、まあいいでしょうみたいな感じでしょうね。うん、これはどの道、これ上になくてよかったなみたいな。うん、で、えー、熊谷さん側から見ると。 ただのティムールミラーと思っているので、うん、栄光をもたらす者は殺せますよとエネルギー1を残した上で竹田イナズマを竹田、うん、イナズマですか、うん、を構えているように見えますね。おさ、うん王はとても苦しい状況。盤面がただでさえ、うんえー、クリーチャーで押されているのになおかつチャンドラをコントロールされているので、うん、まずは一番厄介なクリーチャーを除去。 しなんとかつなぎたいところですがもうこれは決着はもうすぐ来そうですね。召喚しそうですで3点入れてで栄光をもたらすものが来てもえ対応してトークンを生むことでチャンドラは守れるよという。なるほど。コウ選手、赤マナがなかなか引けませんそうですね。 これ以上続チャンドラが、えー、2枚供給してますからね、はいったんに。バイバイゲームのようにどんどんカードを強くしていくっていうのはやっぱりゲームとしては寿命を縮めることになってしまうので,そ,うで、ね、その中でどういうふうなそのいいところというところでまた そうただ単にカードがどんどん強くなって昔のカードが弱くならないというそこはすごくマジックは頑張っているんですけどねまあたまには失敗もするわという <laughs> これ結構公式では言えないような <laughs> 失敗とか言ったら絶対怒られる <laughs> 今結構はっちゃけてます <laughs>、はいえー、2本目の方はお互いマリガンなしでしょうかね かつて懐かしい地性の強化版、歴との調和で、まずは2エネルギー分有利みたいな感じでしょうか。一方、熊谷さんはたっぷりの土地を処理することを選択からの、はい、道路の召使いで、それに対して除去、ここまではお約束みたいなものですね。うんあら さんは土地が止まってしまったでで選手はそうですね順調そのものみたいな第3ターンにまずやりたいみたいな動きですね、ならずもの生成やでエネルギーと追加のカードと盤面を意外とパワー3というサイズが結構止まらないんですよね、このティームールエネルギーという出来は。 かぶせのハイドラを、うん、<お>これはエジアントロー。そうですね。しかも<お>一番いいところを引いたような気がしますね。シマの岩山でアンタップの土地。ただ青マナが出せないのか。うん、これそうですね。ベストは青マナなのですが結構ティムールって エネルギーってタップイントチというかファストランド、えー、カラディッシュのレア土地と顔を使っているので、うん、特に青マナーでアンタップ4ターン目以降で出せるカードほぼないんじゃないかな、うん、パッと思いつくのがレ気キ拠点の4枚と島だけなんですよね、うん、で合計でで5枚ですね。うん あとは全部タップインになっちゃうんじゃないかな,なさあここで熊谷選手さらに先生追加していきますはいフェードのコピーですね面その自信いいカードですね、うん、このカードも これ安岡さんが発見されるまでは全く使われなかったんですけどね今年の日本選手権で初めて、うん、安岡さんがサイドボードに使っているのを見てそれ以降スタンダードになったみたいな、うん、確かにそうですねそその頃から一気に、はい、それまでは全く見向きもされなかったカードなんですけどねああチャンドラですかこのチャンドラは苦しいですね。うん えー、ハイドラが1体チャンドラに向くだけでほとんど4点なし5点の軽減みたいな形で高尾、うん、的には多面層の地震で鏡返しに4段目にしたかったなというところでしょうか、うん、まあ青マナがないという,う、ねうん、どっちか止まってますからね、うん、で後手とはいえその熊谷さんの方は丁寧きれいに。うん 動けているのでプラスでそうですね、エネルギーを出してもごめんなさい、えー、マナを出しても意味がないので、うんまあ、とりあえず2点当てておくかくらいの感じでしょうね。うん、熊谷さん的にはおそろそろフィニッシュをどういうふうにしていくかなという。 まあこのターンにし留められないのであればチャンドラはとりあえず壊すでしょうその上でどうしていくかみたいな形でしょうかねまずはレキトので12エネルギーですね十二ということは4回で合計で12点分ダメージを当てることができるのですが悩んでるということはチャンドラが チャンドラでも14点だしチャンドラを出すという金プラもあんま考えていないのかななるほど<ー>でディスカードでそのチャンドラを引きましたね,いいねこれはおそらくどれくらいまでダメージを叩き込むかかな88みたいな形で えー、ライフを8にしてチャンドラで2回めくって4点で,でハイドラで、えー、どちらかが通れば殺せるみたいなゲームプランでしょうね。手堅い先ほどのそそうでですねこさあというわけでスタンダードラウンド2日目最初のラウンド9は久坂井選手が勝利となりました。おめでとうございます、はい